タイトルが読めない。DR のメデリンド。わかりませんね。ということで今回は弾丸論破の二次創作となっておりますね。フリーゲームなんですけども、まあ、そちらの方プレイしていきたいと思います。で、ちっちゃい小ネタが弾丸論破やってる人だったらわかるような小ネタが散りばめられているといったゲームらしいですね。もうファンだったら大喜びのゲームとなっております。で、まあ、実際弾丸論破の実況自体は一章までで、あんまり小ネタに触れない方がいいのかなって思うんで、シュウヤン自体は特にそれには触れません。でもみんなは、うん、ああこれはこれなんだなって言って楽しんでください。ということで早速やっていきますね。もう 1,2,3 全部のが混じってるらしいからね。どういう感じになるんだろうね。じゃあプロローグからスタートします。あれ、あ、いた。本ゲームを Android または iOS でプレイしている場合、ムービー再生時にエラーが発生する現象を確認しています。あ、そうなの。やるときはみんなパソコンの方がいいかもしれない。じゃあ行こっか。で、DR ってのは弾丸論破の略だと思う、多分。おや、どういうわけかな？今更ここを訪ねてくる奴が現れるなんてね。それにお前、どっかで見た顔だね。まあそれはどうでもいいけど。それよりこの物語はもう終わってしまったんだ。今から少し前にさ、V3 のことかな。何を期待してここに来たのか知らないけど、もしお前が僕と同じものを望んでいるんだとしたら、ここにいたって意味はないよ。彼女？主人公かな？さっきのオープニング画面の。彼女に興味があるんだって？へえ、そっか。お前はそのためにここに来たんだね。いいね。面白いじゃないか。うん、ありだね。そういうの、僕的には全然ありだと思うよ。もちろん問題ないよ。そういうつもりで、お前もここに来たんじゃないの？これはシュウヤンが参加者になってる感じなのかな？それじゃあ最初に、彼女のことを教えてあげようか。ここからは彼女が主人公になるんだからね。主人公を操作するお前自身が主人公のことを何にも知らないんじゃお話にならないもんね。かわいい。彼女の名は中田瑞希。はいはい。どこにでもいる普通の少女。というわけではないんだよ。お前とは違ってね、ディスられた。超高校級なんじゃない？なんだって彼女は超高校級の学級委員長、と称させるほどの驚くべきリーダーシップの持ち主なんだからさ。おお、これは確かに主人公枠。もちろん彼女がそう呼ばれていることには理由があるよ。実はね、彼女のクラスメイトには彼女の他にも超高校級の才能を持つ生徒が何人もいるんだよね。総勢16人って確か書いてあったかな。その全員を束ねるリーダー的ポジションを務めているのがこの中田さんってわけなんだ。どう？すごい？まさに驚くべき才能でしょ？溢れんばかりの個性を持つ超高校級の生徒たちを束ねるなんて、並大抵のリーダーシップじゃ不可能だよね。彼女はお前なんかが想像するよりずっとすごいやつなんだって。お前なんかって言われた。でもシュウヤンどんだけ才能ないの？超高校級の普通なのかな俺。え？ふざけてるのかって？どういうつもりかって？いやいや、これは僕がそうしたくてしてるわけじゃないって。せいぜいこのゲームで目的を果たせたなら、その時に直接聞いてみるといいんじゃないかな。お前の言う彼女にさ。ま、他のクラスメイトの紹介なんかはもういいんじゃない？きっとお前が直接見て回った方が早いって。お、これは触れ合いタイムかな。それより早いところゲームを始めちゃおうよ。僕って楽しいものが目の前にあると我慢できない性質だからさ。タッチかな？どっちだろう？性質でよかったかな？今読み方。うん、お前はこのゲームのプレイヤーなんだから、ここから先はお前のやりたいようにやってくれて構わないよ。これモノクマが喋ってんのかな？どうなんだろう。お前はこのゲームの主人公として、中田瑞希に感情移入するもよし、あくまで物語を楽しむもよし、お好きなスタイルで楽しんでよ。さ、もういいよね。いよいよ始まっちゃうよ。彼女が始めたゲームを、お前はどんな結末に導くのか。そして、この無意味な物語の果てに、何何？果てに何さ？あ、俺絶対モノクマじゃん。ププッ、希望を打ち砕く絶望が存在することを僕は望むだけだよ。希望を打ちのめされる？おお、ようこそ絶望学級の転校生。転校生なの？シュウヤン。奥の子がシュウヤンなのかな？ショートヘア似合うね。ドキドキなんだけど。どういう感じで進んでいくのかな？
フリーゲームな感じでミニキャラ動かしたりすんのかな。ん？ちゃん、出る？みずきちゃんってば。あ、フリーゲーム。あ、ちゃんとあるんだね。そういう、なんつうの、ミニキャラっていうの、デフォルメキャラが。なんか可愛い子がいる、右に。え？ねえ、みずきちゃん、今の話聞いてた？聞いてないでしょう。うん、すっかり上の空って感じだったもんね。ごめんね。四季島かな？四季島さん。ちょっとぼんやりしちゃってたみたいだ。大丈夫なの？こんな状況じゃ疲弊しちゃうのも無理はないけどね。なんかあれだね、弾丸論破の世界とは違ってだいぶすさんでるっていうか、弾丸論破はね、まだちょっとね、ちゃんとしてたからね、いろいろ封鎖はされてたけど、こっちは難易度高そうなデスゲーム。あ、もし体調が悪かったら無理せず休んだ方がいいよ。鉄道と違って人間に運行ダイヤはないんだからさ、休みたい時に休んじゃうのが一番だよ。うん、本当に何でもないんだ。心配させちゃってごめんね。それで、何の話をしてたんだっけ。ほら、そこにいる。彼の話をしてたんだよ。これ、シュウヤンじゃない？彼？ああ、今日転校してきたっていう。そうそう。彼も初日からこんなことに巻き込まれて災難だよね。それでさ、水木ちゃん、ちょっと様子を見てこない？こんな状況じゃ、転校生の子も心細いと思うんだ。私一人で行くよりは、こういうのってやっぱり水木ちゃんの方が得意だろうしね。ほら、私って好きなことについてならたくさん喋れるけど、それ以外の会話は弾まないタイプの人間だからさ。私も特別コミュニケーションが得意ってわけじゃないんだけど、でも彼も今日から私たちのクラスメイトになるんだもんね。学級委員長としてクラスメイトを困らせるわけにはいかないもん。うん、彼に声をかけてみることにするよ。やったね、頼りになるよ。超高校級の学級委員長と呼ばれるだけあるよね。この子は超高校級のなんなん？ちょっと茶化さないでよ。そう呼ばれるのだって結構恥ずかしかったりするんだからね。っていうか、四季島さんだって超高校級の生徒なんだから、その気持ちわかるでしょ。生徒なの？すっごい言うこと聞くのかな。うん、みずきちゃんごめんってば。ちょっとからかってみただけだよ。それじゃあ気を取り直して転校生のところに行ってみようか。もしかして俺超高校級の転校生？お、こんにちは。お初にお目にかかります。天の声でございます。チス、この度は DR ノーマネーマノーマーニングノーミーニングノーマーニング、ちょっとやっていこう。プレイしていただきありがとうございます。これからプレイヤーであるあなた様には学園内を探索しつつ語学友たちにお声をかけていただきます。はい。ストーリーを進行する上で話しかけたり調査することが必須となる人物や事項の頭上には吹き出しアイコンが表示されます。わかりやすい。吹き出しアイコンが表示されている人物や事項について全てお調べになりますとストーリーが進行いたします。また各種操作方法につきましては集まるの概要欄に記載してありますゆえ、ぜひご一読くださいませ。はい。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 OK。 ファッキューとかビッチとか書かれてんだけど、大丈夫かこのクラス。すさんでるぞ。荒れ果ててるぞ。転校生の子だね。困ってなければいいんだけど、心配だよね。声をかけてみようか。これはセーブか。特にメニューとかはないんだな。基本セーブだけっぽいね。で、話しかける。はい。ネクタイネクタイ胸ポケットしまってんだけど、そういうもんなの？彼が噂の転校生だね。うん、そうみたいね。見てくれは爽やかな高青年という感じ。俺もネクタイがもうポケットに入ってんのすごい気になるんだけど。うんうん、第一印象は悪くないね。こわもてで屈強な大男だったらどうしようって思ってたよ。こらこら、人を見た目で判断しないの。とにかく彼も今日からクラスメイトなんだよね。もしかしたら困ってるかもしれないし、このままほっとくわけにはいかないよね。私と四季島さんが転校生の青年に近づいていくと、彼も私たちに気がついたらしくこちらに振り向く。チス、ね、こんにちは。君、転校生の子だよね。いやー、どうもどうも。そうだよ。君たちは？私の名前は中田瑞希。このクラスの学級委員長なんだ。かわいいやろ。学級委員長。ネクタイ出せ、お前ポケットから。なんかすごい気になるぞ。しかもそのカラーリングよ。なんでイエローカラー？なんていうの、トラ柄っつうんだっけ、これ。ただの学級委員長じゃないよ。なんたって瑞希ちゃんは超高校級の学級委員長なんだからね。そうだぞ。すげえやろ。お前はなんだ？超高校級のトラ柄ネクタイか。超高校級？君がそうなの？噂を聞くことはあるけど、会うのは初めてだよ。こんにちは。この学校にそんなすごい生徒がいたなんて。みんながみんな超高校級ってわけじゃないのか？
どうなんだ？はじめまして。ちょっとそんなにかしこまらないで、普通にしててよ。超高校級って言っても中身は君と同じ高校生なんだからさ。それに私が超高校級の学級委員長なんて呼ばれるのは、私のクラスメイトたちみんなのおかげでもあるんだよね。みんなのおかげって？実はね、このクラスには、おお、やっぱそうだよ。超高校級の才能を持った生徒たちが私の他にも14人もいるんだよね。ってことは主人公入れて15で、この右の子も入れて16になるのかな。え、1人だけでもすごいのに、まだ他に14人もいるのか。友達のことを公表するのもちょっとあれなんだけど、うちのクラスメイトたちって超高校級の才能を持ってるだけあって、一癖も二癖もある子が多いんだよね。希望ヶ峰じゃないんだよね。希望ヶ峰にもしかしたら編入できる子たちが集まってんのかね。そんな生徒たちをまとめて束ねる存在、それこそがここにいる中田瑞希ちゃんなのですよ。ズバ抜けたリーダーシップを持った瑞希ちゃんが超高校級の学級委員長と呼ばれるのは納得だよね。みんな一癖あるのは事実だけど、根はいい子ばかりだし、君ともきっと仲良くなれると思うよ。ところで君の名前はまだ聞いてなかったよね。よかったら教えてくれるかな。あと、そうだったね。それじゃあ自己紹介させてもらうよ。僕の名前は名黒朝日。今日から君たちと同じクラスになる転校生さ。君の才能は？僕は何の才能も持ってないすごく平凡な高校生だけど、よかったら仲良くしてくれたら嬉しいよ。ってことは超高校級の変凡、平凡なのか。名黒朝日くんだね。クラスメイトとしてこれからどうぞよろしく、名黒くん。ねえねえ、名黒くんはもう入る部活動とか決めたのかな。まだ決めてないなら、おすすめの部活動があるよ。その名も鉄道研究部。そこか。で、鉄道研究部？うん、あのね、鉄道研究部はその名の通り、鉄道に関するあれやこれやを研究する部活動なんだよ。喫水の鉄は、鉄でいいの？喫水の鉄はもちろん鉄道が興味ないってパンピも大歓迎。パンピって、初心者にも分かりやすく鉄道の魅力をプレゼンしてあげるから。鉄道っていろんな楽しみ方があるんだよ。見て惚れ惚れ、乗ってワクワク、取ってドキドキ。乗ってワクワクは分かるかも、取ってドキドキはちょっと分かんねえな。俺も見て惚れ惚れもちょっと分かんねえな。あーそうだ、旅行好きならぶらり電車旅なんてのも楽しいよね。あ、それは楽しそう。私ほどになると全国主要路線のダイヤは丸暗記してて、これ超高校級の鉄道マニアの方がいいんじゃねえか。お？四季島さんストップ、名黒くんが圧倒されてる。え、あーごめんね、つい白熱して喋りすぎちゃったよ。あ、鉄道が好きだからそのマフラーになんか歯車みたいなのついてんのか。私ってほら、鉄道について語り出すと急行並みに止まらないからさ、もうほとんど暴走列車だよね。めちゃくちゃ電車ネタぶち込んでくるじゃん。ねえ、絶対超高校級の鉄道マニアの方がいい。改めて自己紹介ね。私は敷島純子。超高校級の鉄道研究部なんて呼ばれてたにもするよ。そっちだろ絶対。よろしくね。とにかく鉄道への情熱は存分に伝わったよ。ほんと？もしかして鉄道興味あるかな？勧誘されてる。なくはないかもしれない的な感じだから、鉄道研究部に入るかはじっくり考えさせてもらっていいかな。ところで話は変わるけど、僕たちの今の状況、一体これはどういうことなんだ？どうして僕たちはこの古い校舎の中に閉じ込められているんだよ。二人は何かわからないか？それが私たちも何もわからないんだよ。私もクラスの他の子も気がついたらこの廃校舎の中にいて、それで今クラスの子たちと手分けをしてここから脱出できる方法がないか調べるところだったんだ。ちなみにこの廃校舎ってうちの学校の旧校舎みたいだよ。もうすぐ取り壊しになるって聞いたけど、とにかく手分けして調査し始めてからちょっと時間が経ったし、そろそろ誰かが何かを見つけているかもしれないね。だったらさ、みずきちゃん、名黒くんを連れて他の子の様子を見てきなよ。ほら、ちょうどいいんじゃない？名黒くんにみんなのことを紹介するついでにもなるしさ。私はここに残ってこの教室のことを調べておくから。 OK。 うん、明暗だね敷島さん。ナイスだよ、名黒くんもいいよね。もちろんまだ他のクラスメイトも喋れてなかったし、中田が一緒に来てくれるなら心強いよ。よーし、それじゃあ早速出発しようか。名黒くんついてきてね。お、え、これ何？これ本当に普通の学校の状態なの今。ビーチとかファッキューって書いてあるけど。大丈夫なこれ。後々触れるのかなこれに。
じゃあとりあえず他の人たちに話しかけてみるか。これ何？調べられんかった。じゃあ行くよ。鉄道マニアの子かわいいんだけど。お、ゲーマーありがとう。作者に拍手を送ろうか。ちょっと待って、これでいい？あ、いけた。センキューって書いてある。じゃあ一回閉じるよ。はい、じゃあ行こうか。右に2人、左に1人。女子トイレ入れるのこれ。今はいいかな、名黒くんもいるしね。男子トイレは？女子禁制、別に入りたいとは思わないけど。ね、めっちゃファクト書いてあるんだけど、荒れすぎじゃねこの学校、大丈夫か。あ、この子絶対可愛い。あ、この子も可愛い感じする。君絶対陰キャだな。何その壁に向かってるの。じゃあまあ、左から一人ずつ話しかけていこうか。まず君は？あれ？あれ？ねえ、名黒くん見てよ。これってもしかして、エレベーター？というよりもっと武骨で原始的な、言うなれば簡易リフトって感じだね。それにしても学校の校舎内にこんなリフトがあるなんて珍しいね。最新の校舎にはエレベーターがついていたりすることもあるらしいけど、多分この学校がもともとは工業高校だったから。工業高校の風評被害がファクトが書かれてるけど、旧校舎の中にはその名残がところどころに残ってるみたい。とりあえずこのリフトを使えば他の階に移動できるかもしれないね。ちょっと調べてみようか。はい、じゃあ話しかける、まずは。お、わー、またなんかちょっと特徴的なキャラが。あれってリフトの操作本、操作版だよな。その前で何かガチャガチャやってる人がいるけど。羽井くん、一体何をしているの？羽井くんって言うんだ。いや、中田、奇遇じゃな。こんなところで会うなんてな。いや、お前なんか怪しくねえか。棒読みだぞ。いや、何その棒読みのセリフ。外国の方じゃないよね。これでもかってぐらい和装だし。中田もこの場所を調べに来たんか？おいも、ちょうど今ここを調べ始めたばっかりでな。で、あれなんじゃこれは。いや、棒読みすぎん。このリフト、それを操作するための操作盤のようなものがあるが、これ、どうも壊れとるみたいじゃな。お前壊したろ。あ、てか、このイエローカラー、つうか、この虎柄のネクタイって男子みんな一緒なんだ。みたいだね。いや、もともと壊れとったみたいじゃな。嘘こけ、お前。おいが調査する前から壊れとったみたいじゃな。お前壊したろ。もう最初から壊れとったんじゃん。決しておいが調べてる最中に壊れたわけじゃなか。いや、お前犯人。は？羽根くん、もしかして何か壊したの？とりあえずさ、自己紹介をしてもいいかな。そのために会いに来たんだからさ。そうだね。羽根くんへの質問。合ってる？わ、その後にしようか。なんか違う気がする。質問、合ってるっぽいわ。そういえばそっちの男は見ない顔じゃな。あんたは一体誰じゃ？僕の名前は、名黒朝日。今日からみんなのクラスに加わった転校生だよ。おー、名黒か。しっかり覚えておくぞ。そいじゃ、こういんで、今度は、おいの出番じゃな。おいは、羽井藤鷹じゃ。ゆえ、不本意じゃが、超高校級の、騎士という名の方が有名じゃろうか。あ、そうなんだ。将棋打てるんだ。騎士って羽井。って、あの羽井なのか？有名人。最年少でプロデビューしてから、無敗記録を更新し続けている、高校生騎士がいるって、テレビで見たことがあるよ。有名人だ。あれ？羽井くんのことを知ってるんだ。まあ、確かに、うちのクラスの中じゃ一番有名人かもね。生きる伝説だとまで言われた。今じゃどのメディアにも引っ張りだこだし。いいね、将棋打てる。かっこいい。全く時の人だかなんだか知らんが、本人からしてみればいい迷惑じゃ。うちのクラスの記者風情にも散々つけ回されたし。そもそもおいは自分から騎士を名乗るつもりはなか。おいは将棋に限らず純粋に勝負事が好きなだけなんじゃ。え、オセロとかも打てる？おいにたまたま将棋の才能があったから騎士として有名になったが、おいは勝敗を競えるゲームなら何でも来いのスタンスじゃ。そうなんだ。羽根くんは生粋の戦闘狂だもんね。言い方。将棋に限らず何をするにしても競いたがってくるんだから。まあ、楽しいよな。何でも人と張り合うのってなんだかんだで。戦闘狂とはひどい言い草じゃな。負けず嫌いなだけじゃて。とにかく今日から名黒もおいのライバルの一人じゃ。記念すべき最初の手合わせは何にするかね。え、残念だけどじゃんけんぐらいしか張り合える気がしないよ。僕ってほら、君たちとは違って何の才能もない凡人だし。ん？別にそんなことはないぞ。おいとて将棋以外で特段優れた能力は持ち合わせておらんしな。じゃんけんする？せっかく同じクラスに集った仲なんじゃ、超高校級だなんだと気にする必要はなかよ。器でっけえ。ああ、わかったよ。それじゃあ、ここから出られたから、何かで勝負しようか。それで話を戻すけどさ、羽井くんは一体何を壊してしまったわけ？
じゃからそれは誤解じゃ。おいは本当に何も壊してないんじゃ。いや信用できねえ。おいが調査する前からこのリフトは動作してなくてな。それでなんとか動かそうと操作盤をガチャガチャしとったんじゃが、動かせないと。なんやかんやしてるうちに、まあ操作盤のボタンがいくつか取れてしまったのは事実じゃな。お前取るなボタンを。操作盤のボタンが取れちゃったのか。もしかしたらそもそもこのリフトには電力が供給されていないのかもしれないね。ほらこの急降車自体も使われていない施設だから、このリフトももう長い間使ってなかっただろうし、もし生徒がいたずらで忍び込んだりしたら誤作動させて事故の原因になっちゃうかもしれないしね。それもそうじゃな。となると操作盤を修理したら動くとかいう話でもなさそうじゃん。残念だけどこのリフトを使って他の階に行くのは諦めるしかなさそうだね。とはいえ何か脱出の手がかりぐらいはあるやもしれん。おいはもう少しここを調べてみるつもりじゃ。じゃあここは羽井くんに任せるよ。私たちは他のみんなのところも見回ってくるね。あ、いっちゃった。結構長かったね、君。なんか、いろいろと喋りたいこと詰まってたね。一回セーブしようか、じゃあ。羽井くんだね、プロ棋士の。こっちは二人なんか揉めてる？話しかけようか。君絶対美少女。かわいい！どうしよう、たけしくん。見え怖いよ。お前ら付き合ってんのか。許されねえ。もしこのままここから出られなかったらどうしよう。ママやパパとももう会えないのかな。ムキムキ。びっくりするぐらいムキムキだったんだけど。やっぱ閉じ込められてるんだね。だからこんなに荒れ狂ってたんだね、教室。みえちゃん心配しないで。絶対に俺が出口を見せ、見つけてみせるから。右の子なんだ、超高校級の土方。ほんと、さすがはたけしくんだね。みえ、たけしくんと一緒にいるときが一番安心できるよ。左は超高校級のぶりっ子か。マジ？俺もみえちゃんと一緒にいるときが一番イチャイチャしている。うわぁ、お前らいつからいたんだよ。いや、話しかけるタイミングを失っちゃってお邪魔だったかな。うん、全然大丈夫だよ。それよりどうしたの、中田さん。今ね、転校生の名黒くんにみんなのことを紹介して回ってるんだよ。転校生？ああ、そういや今日来るとかいう話だったよな。そういえばそんな噂があったわね。もしかしてその子がそうなの？イエス。うん、名黒朝日だよ。二人ともよろしくね。おお、手厚く歓迎するぜ。なんせうちのクラスの初めての転校生だしな。俺の名前は清目田武志。超高校級の美観委員をやらせてもらってる。まさかの美観委員だった。汚れたもんや曲がったもんが見逃せねえたちでな。口うるさく思うことも多少あるだろうが、まあ多めに見てくれよな。たけしくんは口うるさくなんかないよ。それって人一倍正義感が強くてかっこいいってことだもん。褒め上手。え、本当にそう思う？にえちゃんってば褒め上手なんだから。清目田くんね。よえ、覚えたよ。よろしくね。源さんもお願いしていいかな。源みえ。はーい、みえの名前は源みえだよ。超高校系のホステス。なるほどな。っていうのがみえの才能なの。みえはクラスのみんなと友達だけど、朝日くんとも友達になりたいな。距離の詰め方が激しい。もちろんだよ。こちらこそよろしくね、源。おい、こら、あんまりみえちゃんに近寄るなよ。転校生は転校生の立場をわきまえるべきだと思わねえか。いや、めんどくせえぞ、こいつ。さっきは手厚く歓迎するって言ってたのに。はぁ、あ、めんどくさい男と思われてる。みえちゃん心配しないでくれ。みえちゃんに指一本触れさせないように転校生には俺がちゃんと。いや、そうじゃなくて、はぁ、たくさんおしゃべりしたせいかな。みえ、ちょっと喉が渇いてきちゃったかも。それは一大事だな。待ってろ、俺が今すぐに水を持ってきてあげるから。利用されてる。あのね、みえ、お水よりもジュースが好きなんだ。俺が今すぐにジュースを持ってきてあげるから。そう言うが否や、清目田くんは尋常じゃない速度で家庭科室へと駆け出していった。これ絶対裏の顔あるよ、この子。ちょっと清目田くん。はぁ、行っちゃったね。はおかしい。あいつマジでちょろいわね。本性出てる、本性。脳に筋肉詰まってる男は操りやすくて楽だわ。今な、ちょっとやめてよ。いきなり変な声出さないでもらえる？ああ、言っとくけど、こっちが素だから。さっきの喋り方は営業用ね。使える男は骨の髄まで使い倒すのが私のポリシーなの。まあ今はあの男で間に合ってるから、あんたは別にいいけど、危なかった。つうわけで友達として仲良くしてやってもいいけど、せいぜい使える男になるように努力しなさいよね。あくまで友達としてよろしく頼むよ。それじゃあ私たちは他の子たちにも声かけてくるから、何か分かったことがあったら教えてね。わた。やべえな。完全に利用してたね、今。本性すんなり出てきたもんね。君は単純なタイプだね。わかった。騎士と、ホステスと、
美化委員か。じゃあ次。君は？あ、絶対陸上部。いやー、これには参った。困っちゃったね。あれ、水木じゃん。ヤッホー、お疲れ。真鍋さんかな？お疲れ様。こんな状況でも相変わらず元気いっぱいだね。まあね、元気あることだけが私の取り柄だし、それにこんな状況だからこそだよ。テンション上げてなきゃやってられないって実際。で、おやおや、見慣れない少年がいるね。あ、分かっちゃったな。君が噂の転校生ってやつでしょ。世界、あ、名黒朝日って言うんだ。よろしく。それにしても僕が来ることってそんなに噂になってたのか。そりゃ当然だよ。クラスのみんな楽しみにしてたんだよ。うちの学校生徒数が少ないから1学年に1クラスしかいないし、だいぶ田舎、仲間が増えるって言うんだから、そりゃワクワクするって。おと、自己紹介が遅れたね。私は真鍋日和だよ。超高校級のバレー選手なんて言われることもあるけど、そんな大層なもんじゃないし、気軽に接してよ。うん、よろしくね。バレー選手、それも超高校級なんてすごいね。にしし、ありがとう。まあそれほどでもあるかな。なんてジョークだよ。本当にすごいのは私じゃなくて、私のチームメイトたちの方だよ。え、そうなの？実際バレーなんて1から10まで団体競技でしょ。ま、待って。あ、まあサーブだけは別かもしれないけど、サーブがプロなのか。私だけでできることなんて本当に何もないんだって。チームメイトありき、チームプレーありきの結果なんだよね。いい子。だから私は私にできる精一杯を仲間たちに返してきただけだよ。元気にしたってそう。元気？仲間たちが落ち込む状況ならそれを励ますのが私の役割ってね。ああ、なるほどね。サポートもできるってことはかなり優秀じゃない？仲間のおかげか。確か中田も同じようなこと言ってたよね。自分が超高校級の学級委員長と呼ばれてるのはクラスメイトたちのおかげだって。ってことはこの二人はいい子だな。真鍋ちゃんと、主人公ちゃん、中田ちゃんだったかな。本当に、水木って普段はクールぶってるのに、あと、本当は私たちのことそんな風に思っててくれるんだ。ちょっと名黒くん、本人たちの前で言わないでよ。これ恥ずかしいやつ。いや、ごめんって。もう、ところで話題を変えるけどさ、真鍋さんは何をしてたの？何か困ってたみたいだけど、なんかやってるっぽいね。ああ、そうそうそうだった。そこに階段があるのが見える？この階段から他の階に移動できれば、脱出の糸口が見えるかもしれないと思ったんだけど、鉄格子が道を塞いでて困ってたんだよね。ああ、これは、一人が殺されて一人を処刑することで道が開くタイプのやつじゃない？ああ、本当だ。床から天井までこの鉄格子がある限りは階段を使えないね。あれ？でもこの鉄格子、よく見たらパネルみたいなものがついてるね。そうなの。きっとこのパネルをどうにかすれば鉄格子が開く仕組みになってると思うんだけどさ。調べてもさっぱりで。パスワードを入力するって感じでもなさそうだもんね。そもそも入力するためのボタンもついてないし。となるとカードキーみたいなものが必要なのかもしれないね。力ずくで突破できそうな鉄格子でもないし、残念ながらこの階段を使って脱出するのは諦めた方が良さそうだね。そっか、残念。でもこの程度で諦めなんかしないよ。元気があるのと諦めが悪いのだけが私の取り柄だからね。さすが。じゃあ私たちは他の場所も見てくるから、何か進展があったら教えてね。わた。あ、これだね。パネル確かについてる。君は男の子か女の子か。かわいい。ちょっとなんかアンジー味あるんだけど。かわいいんだが。あ、飲みがやくさん、ちょっといいかな。今ね、転校生の名黒くんにみんなのことを紹介して回ってるんだけど、よかったら。ディスってきた。は、愉快なお猿さんたちの群れに新たな仲間が加わったってわけ。さ、猿、え？別に私のことなんか教えたところで、これから先特に関わる機会もないでしょうけど。まあ名前ぐらいは教えてやってもいいわ。飲みがやゆいよ。飲みやかが、いや、待てない。飲みがやか。僕は名黒朝日だよ。どうぞよろしく。え、超高校級のなんだろう。サバイバーとか？あー、いいよいいよ、そういうの。別に私はあんたらと仲良くしようっていう気がないから。え？そんなこと言ってると先に死ぬぞ。まあまあそう言わずにさ、飲みがやさんは超高校級の漁師っていう才能を持った子なんだ。あ、漁師か。じゃあ猟銃とか使えんのかな。サバイバル能力に長けていて、一度山にこもったらその後何日も出てこないこともしばしばあったり。すげえ。1ヶ月も山から出てこなかった時はさすがにみんなで捜索したけどね。1ヶ月も？仕方ないでしょ。あんたたちと過ごすよりは山で一人で過ごしてる方がずっと気が楽なんだもん。
私としてはクラスのみんなと過ごす楽しい時間を飲み会屋さんとももっと共有できればいいなって思ってるんだけどね。はっ、いつものことながら押し付けがましいやつだね。おせっかいでも焼いてるつもりなわけ？別に私がいなくたって他にも仲良しごっこしてくれるお友達はたくさんいるんでしょうが、なら私のことは放っておいてよ。そういうわけにもいかないよ。同じクラスである以上やっぱり気になっちゃうんだもん。学級委員長としても同じクラスメイトとしてもね。はあ、全くめんどくさいやつだよね。別にあんたらが群れて行動することまで否定しようってんじゃない。でも私は私なりの生き方ってもんがあんのよ。それはどうしようもないでしょ。ちょっとかっこいいこと言ってる。一方的にそう言い残すと飲みがやさんはさっさとどこかへ立ち去ってしまった。なんかいずれ仲良くなりたいタイプの子なんだが。あ、飲みがやさん行っちゃったね。なんというかまさにいいピッキー狼って感じだね。普段はあそこまで突っ張れた感じじゃないんだけどね。状況が状況だしちょっと気が立ってるのかもね。閉じ込められてるもんな。でも本当に話せばいい子なんだよ。名黒くんもよかったら仲良くしてあげてほしいの。はーい、もちろん尽力するよ。ちょっと自信はないけどね。じゃあ次、君最後。おチャラいね君。民族系な感じがする。ねえねえ若葉くん、何してるの？私が呼びかけた少年若葉くんは廊下の壁に自身の拳をコツコツと打ちつけているようだった。探偵か、まさか。今何をしているのかを端的に表すのは難しいけど、大枠で捉えれば出口を探してるってことになるのかな。うん、そのために行動していることに違いはないからね。ちょっと難しいタイプの子かも。ああ、そうなんだ。うん、なんとなくそうじゃないかなとは思ったよ。ああ、よかった。なんとなくでも理解してもらえたみたいだね。そっちの君は何を笑っているんだよ。いや、まあまあまあ、とりあえずね、歩み寄ろうとしてるんだ、まずは君に。ああ、気に触ったならごめんな。なんとなくふわふわした会話だなってちょっと面白くて。ああ、会話のテンポが悪いってよく言われるんだよね。そのせいかな。俺ってさ、頭の中で言葉を選ぶことに時間がかかっちゃって。あ、すげえわかるそれ、俺もある。ほら、より優れた的確な表現があるんじゃないかって。ああ、はい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 。そうやって考え込んでるうちにいつの間にか変な間が生まれちゃうんだよ。そうなのか。いや、その気持ちはよくわかるよ。僕も今日は初対面の相手ばっかりだからね。ああ、また間違えた。こんな話をする前に初対面の君に名乗る方が先だったな。ありがとう。俺の名は若葉独波。名前いかち。著しくはで合ってる？あ、読み方合ってるっけ？くしくは？ちょっと自信がないな。超高校級の文芸部ってところかな。若葉ね、よろしく若葉。僕は名倉朝日だよ。それで話は戻るけどさ、若葉はどうして廊下の壁をコンコン叩いてたんだよ。脱出口探してたんじゃない？さっきも言ったけど、ここからの脱出経路を探してたんだよ。こんなボロボロの廃校舎だし、頑張れば壁を突き破って外に出られるかもしれないよね。まあ確かにそうかも。清目田くんあたりに頼めば行けそうではあるよね。でもさ、この壁の向こう、どうやら外に繋がってるわけじゃなさそうなんだよね。脱出不可能か。え、外に繋がってないってことは、この壁の奥にも何か部屋があるってことか？でもそれは変じゃない？だってこの壁には扉もないし、部屋があるとしてもどうやって入るの？あるいは隠し部屋とか。え、隠し部屋？とにかくこの壁の向こう側には何かがあるんだよ。マジ？ここは俺に任せてくれていいよ。何か仕掛けがないとか探してみるからさ。うん、若葉くんが言うんだからきっと何かあるんだね。任せたよ若葉くん。恋してる？違うか。こっちの部屋は調べられる。あ、結構いるわ。まだいる。じゃあこのフロアにほんとみんな集まってんのか。集まってるわ。まだ全然。こっちは？こっちはさっきいたやつか。で、ここは？ああ、一緒か。で、リフトには乗れない状況か。オッケー。じゃあちょっと時間もいいところまで来てるし、全員話しかけるってなると結構長くなっちゃうから一旦ここで終わろうかな。で、このゲームまだプロローグまでしかないんだよね。後々操作編とか出るから、とりあえず次回のパートで終わりになるかもしれない。まあ、やってみないと分かんないんだけど。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になる人ないよ。もしこの動画の続きが気になる人は主演のチャンネル登録してくれたらとっても嬉しいです。その他にも気になる動画がありましたら主演の再生リストをチェックしてみてください。いっぱいありますからね。はい、それではしゅうやんでした。またね。